英国ジョブセンタープラス公的職業安定組織とは政府により運営される職業紹介事業を国際労働機関条約88条に基づき加盟国に設置され無料で利用できる雇用の仲介を行うだけでなく職業訓練の援助サービスも責務である国際労働条約第88号では公的職業安定組織が提供すべきサービスを定義している 日本は批准している。第1条1この条約の適用を受ける国際労働機関の加盟国は無料の公共職業安定組織を維持し、またはその維持を確保しなければならない。第2条職業安定組織は国の機関の指揮監督のもとにある職業、安定機関の全国的体系で構成される。第六条職業安定組織は効果的な募集及び圧線を確保することが できるように構成しなければならず。また、この目的のため、1948年の職業安定組織条約日本においては、厚生労働省設置法23条に基づき、設置される公共職業安定所が該当する。ジョブセンタープラス、連邦雇用庁が運営。連邦雇用庁が公社化する前は、アルバイツアムトと呼ばれていた。 ポール・アンプロは2008年12月19日に発足。フランスでは、職業紹介業務は、アンペという政府機関が行い、失業保険は、全国商工業雇用連合及びその地方機関で、ある商工業雇用協会という労使が協約により、設立した機関によって運営されていた。現在では、政府機関として統合され、国家公務員による運営がなされている。 統合前の2008年には合わせて4万5千人の職員数であったが、統合の際に3000人増員され現在では4万8千人で運営されている。統合に際しては、経済協力開発機構の1994年雇用戦略及び2006年雇用戦略においては、職業紹介と失業給付の統合、一体化が求められていたことも背景にある。 公共職業安定期間は存在しない雇用労働部参加の韓国雇用情報院が運営する雇用センターが全国各地に設けられている。日本同様、職業紹介、雇用保険、失業保険の手続きを行っている。ありがとうございます。